はやと駅前に展示された、はやとの盾はやととは、古代日本において、あた、大隅に居住したとされる人々。日本神話には海幸彦が、はやとのあた君の子祖であり、祖神ホデりの命の末裔であるとされる。は人、ハイトとも呼ばれ、吠える人の意味とも、早やぶのような人の形容とも、方位の象徴となる詩人に関する言葉の中から、南を示す。 鳥早草さの春の字によって名付けられたとも、風俗習慣をことにして、しばしば、大和の政権に反抗した。やがて、大和王権の支配下に組み込まれ、律令制に基づく官職の一つとなった。兵部省の悲観、早都市に属した。百官名の一つとなり、東百官には、早戸助がある。現在は、日本人男性の人名としても用いられる。 古く、熊祖と呼ばれた人々と同じとする説、熊祖の光栄をハヤトとする説、熊と重ねを、ハヤトの、あたや、大隅のように、九州南部の地名であり、大和政権に従わないいくつかの部族に対する、総称と解する説などがある。熊祖とは、日本の危機神話に登場する、現在の九州南部にあった祖国に、本拠地を構え、 大和王権に抵抗したとされる人々。また、地域名自体を表す総称である。古事記には熊日と表記され、日本初期には熊祖、畜前国風土記では熊僧と表記される。肥後国熊群から大隅国僧群に居住した部族とされ、五世紀頃までに大和朝廷へ侵入し、隼人として仕えたという説もある。また、熊祖という言葉は、 危機の日本穂高物語などの伝説的記録に現れるのに対し、早とは平安時代初頭までの歴史記録に多数現れる。熊祖が反抗的に描かれるのに対し、早とは仁徳期には天皇や王子の近所であったと早くから記されている。こうした近所の記事や有略天皇が亡くなり墓の前で泣いたなどの記事は私的な家来であり、 化したのは世世世紀紀紀末末頃とされるるが6世紀末や7世紀初め説もある文献上の確実な史実として初めて、ハヤトが登場するのは、日本初期に見える682年7月の長考記事と考えられている。近年の論文によると、旧世紀首相以降、南九州の住民をハヤトと呼称する例は、資料上一つも見られなくなることが確認されている。 よって、南九州の人々がハヤトと呼ばれたのはわずか120年間ほどのことに過ぎないことが指摘されている。一方、クマソは崩壊した山大国の残存勢力であり、人種、種族の異なるハヤトとは別の勢力と見る説もある。クマソのクマは天孫族に共通するクマトーテムの現れで、ハイイヒトと呼ばれ、犬に関する種族を有したハヤトとは別とされる。 説などがある。早戸は、大和政権へ服属後も、しばしば朝廷に対し反乱を起こし、大隅早戸などは713年の大隅国設置後にも反乱を起こしたが、720年に勃発した、早戸の反乱と呼ばれる大規模な反乱が、進む早戸将軍、大友旅人によって、翌721年に政党された後には、完全に服従した。 793年8月にはこれまで6年に一度の、ヤトの蝶を廃した。これに伴って、一般の公民と同じ長用に置き換えられて、ハヤトとそれ以外の百姓との間の負担の公平化を、図ったと考えられる。続いて800年には、反電州事法が、初めて実施された。元来、大雨量国や薩摩、大隅などの、変容国における、 反伝収ンが遅れた理由は、反伝収ンには、根伝の修行なども伴うために帰属した絵像、ハヤトを含めた、変容国の百姓の動揺を防ぐとともに、彼らの根伝を保護した優遇策であった。したがって、反伝収ン法の対象になるということは、ハヤトにも、一般の公民と同じ素養長が課される条件が整えられたことになり、法的意味での、 ハヤトの消滅の完成を意味したと考えられる。8世紀初め、現在の鹿児島県一帯への移住民は総人口の7分の1に相当する9000人前後と推定され、この推定に従うなら、5万4000人前後が、在地人イコール、ハヤトと推定される。古くから機内に移住させられ、強さの象徴であるハヤトは、宮中で守護に当たるほか、芸能、相撲、 竹細工などを行うようになった。特に山城国南部に多く定住し、大隅隼人の住んだ、現在の京都府京田辺市には、大隅の地名が残る。律令制下においては、隼人氏が、これらを司った。言語、文化に関しては、他の地方と大きく異なっていたとされる。特に機内では、彼らの株による、隼都前が有名であった。また、 平城宮跡では彼らが使ったとされる、早戸建てが発掘されており、これには独特の逆 S 字形文様が描かれている。悲善国風土記によると、五島列島の開始は、容姿が早戸に似ており、記者を好み、言葉も、俗人と異なっているという記述がある。また、新登場によると、蛇子、波横島、谷の山椒王がいたというが、波座は、 ハヤトのことであろうとされている。その南九州の範囲であるが、熊本県域や宮崎県域、南西諸島の人々がはやととされた例も、また資料上一つも確認されず、鹿児島県本土域の人々のみがハヤトであったと考えられる。ただし、鹿児島県本土域においても住民がハヤトとはされていなかったであろう、地域も想定されている。 上記に区分の隼人以外にも、日向隼人や、田隼人、古式隼人という隼人集団が存在するように、解説される場合がある。しかし中村明蔵の指摘するところでは、これらは資料に見える隼人の個人名を集団名と誤認したことや、地域名称の変更に伴う、集団故障の変更を考慮せずに引用したことなど、 資料を読み違えたことで生じた誤りであり、集団名としての早戸区分は、あた早と大隅早とのみとされる。なお、この状況について、中村は、早との反乱とかけて、早との反乱と揶揄している。考古学的には、古墳時代の鹿児島県、宮崎県境周辺の九州南部に、地下式横穴墓などの地下式母性が分布することから、 かつてはこれをハヤトと関係づける説があった。それによると、ハヤトの母性は三種類あるとして、薩摩半島南部の立石土工房、あたヤト薩摩半島北部の板石見石間房、薩摩ハヤトそして日向、大隅に分布する地下式横穴場化を日向、大隅ハヤトの母性にそれぞれ対応させるというものであった。 しかしこれら九州南部の地下式母星をハヤトと関連づける考え方は1960から80年代にかけて流星したが1990年代以降は文献と考古資料の案이結びつけや少なくともアスカ奈良時代のハヤトの概念を古墳時代中期から後期の地下式母星にまで波及させる考え方について 地元九州地方の研究者や学会から疑問や批判が強まり、2000年代以降の考古学、文献史学からは有力な学説とみなされていない。なお、ハヤトが文献上多く登場してくる7世紀後半から8世紀代の墓の遺構については、現地九州南部ではほとんど検出されておらず、確実に、ヤトの墓と位置づけられる母性は、現状では不明と言わざるを得ない。 また、南山城地域、京都府京田辺市、大隅の男山丘陵から横穴墓が多く、発見されていることについても、ヤトと関連づける説があったが、考古学上、横穴墓と、地下式横穴墓が別物である上、ヤトがいた九州南部には、横穴墓がほとんど分布しないため、関連性に疑問がある。日本神話では、海幸彦命、または、 このすそりの命が、はやとのあたくんの祖神とされ、海幸彦が山幸彦に仕返しされて苦しむ姿を真似たのが、はやと舞であるという。説話の類型などから、ハヤト文化は、オーストロネシア語系文化であるとの説もある。654年、日向に、トカラの民が漂着した記述がある。南九州における、男性人骨の形質は、内陸部と宮崎平野部では、 異なることが報告されている。内陸部の人々は、縄文人、西北九州弥生人に類似し、一方、平野部の人々の中には、北部九州弥生人に類似するグループも存在すると、している。つまり、内陸隼人は、縄文系弥生人に近いと見られ、人骨形質の観点からも隼人には、地域差があったと判断される。さらに、 種ヶ島の弥生時代終末期の遺跡から出土する人骨は九州島の人骨と比較して小柄であり頭蓋変形が施されていたと考えられている。ただし、これら人骨形質からの早戸像の復元については、弥生古墳時代の考古資料を直接、早戸と結びつけて論じられていた。 時期の学説に基づき、弥生、古墳時代人骨をもとに分析されており、この時代の考古資料を用いての早戸像の復元は、できないと断じられた2000年代以降の研究解釈においては、その妥当性に注意が必要である。演技式巻28には、元日、即位、茂客入庁などの大義には、大頃も二人、番上、早戸二十人。 近来、隼人20人、白鳥隼人132人が参加したと記されており、園十の画業には、大郎も2人、番上、隼人4人、近来隼人10人が愚部したとあり、隼人の呪力が、大和政権の支配者層に信じられ、利用されていたと見られている。井上達夫らは、犬廃行為や身につけている、ひぎれの肩金屋たちが、悪霊を沈める、主制であり、 塾であったことを明らかにしている。山川門など教会祭祀を司ると見られる、境辺の氏の系統は7氏あるが、このうち、大和国内軍境合部は、早戸系と見られ、これを含め、2氏が、早戸系とされる。また、演技式巻28大儀の上に、早戸の服装についての記述があるが、日本霊域に、小さこべ氏が、 有力天皇の直命により雷を捉えようとした時の姿、火のカツラを額につけ、赤き旗穂を上げと告示し、このことから井上達夫は、早とは、雷神の鎮魂という職所を介して、小さこベレンと結びついていたのではないかと、推測している。宮崎県海老野市島内の島内、地下式横穴母群から出土した計209体の人骨の多くは、 非常に良好な保存状態にあり、宮崎県立サイト原稿古博物館に保管されている93体について、赤色顔料の塗布の有無と部位に関する観察が行われた。結果、顔料が塗られていた127体のうち、顔面のみの塗布が最も多く、ついで頭部、上半身、下半身のいずれにも、顔料を塗布したもの、それに次ぐのは、 頭部と上半身に塗布したものとなり、顔面塗布が重視されたことが分かった。どの段階で塗られたかは、諸説あるが、これらの説を紹介した上で、討論文は結論として、第32号母湿度の1号人骨については、白骨化が進みながらも頭髪が残存している段階で塗られたと判断している。他人骨については、 直接骨に塗ったとは考えがたいとも示している。ありがとうございます。